お酒での最大の失敗はやっぱ自分のある日の誕生日の時に、2時間で記憶がなくなって、なんか暴れ散らかして救急車に運ばれて、救急車でも暴れてその場に、乗車拒否でまた戻されたっていうで、ある DJ を背負い投げしたり、ある MC の人に家まで送ってもらったり、次の日目が覚めると全裸で寝ててパンツに茶色いものがついてました。やばいと思って匂いを嗅いだらチョコレートケーキでしたそれが最大の笑ける失敗です。